コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上博克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。皆さんおはようございます。三角山放送局、山形翼です。今週もスタートしましたコンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道コンサドーレ札幌、三上博克 GM とともにお送りします。三上さん、おはようございます。おはようございます。お願いいたします。先週末 YBC ルヴァンカップ決勝戦が行われまして、はい、J1 のアビスパ福岡が、今期の YBC ルヴァンカップタイトルということになりました。はい、三上さん、この試合ご覧になりました？はい、僕実はその時会場にちょっと行かさせてもらって。そうだったんですか？はい、そうなんですよ。少しちょっと見たいなっていうので、ちょっと現地で見させてもらってました。なるほど。まあ、今回浦和レッズとアビスパ福岡という、まあ、共に J1 の、クラブの、ね、こう対決となりましたけども、まあ、結果アビスパがクラブ初タイトルということになりました。はい、でこちらのアビスパ優勝を受けて、こんなビクトリーメッセージをいただいておりましたので、ここでご紹介したいと思います。はい、ビクトリーネームフレイムさんです。三上チーム、はい、悔しいです。福岡がルヴァンカップ優勝しました。予算規模もほとんど変わらないクラブが、ある意味ミシャとは対極にある、守備に重きを置いたカウンターサッカーでタイトルを取りました。野々村チェアマンの横に並ぶ前選手、うちが試合になかなか出してあげられなかったユースっ子のタイトル獲得は嬉しくもありますが、それよりもショックでへこみました。この悔しさは変幻自在のポジショニングで相手を翻弄し、複数得点して勝つミラクルサッカーを見せてタイトルを獲得することでしか晴らせません。来季の編成は監督とじっくりに詰めて2024年を戦いに行きましょう、期待しています、という感想と来季に向けての期待を込めたメッセージをいただいておりました。はい、ありがとうございます。そうなんです。このアビスパ福岡には、ね、このコンサドーレのかつてアカデミーで、そしてトップチームでも戦った奈良達希選手がいて、そして前広幸選手がいてと、はい、まあ、我々コンサドーレサポーターにとってもいろんなこう感情になる、そんな今回のアビスパタイトルだったなという、まあ、個人的な感想ではあるんですけども、三上ジムはどのようにご覧になりました？はい、うん、そうですね、まあ、まず山形さん、メッセージをいただいたフレームさんのようにね、はい、まあ、複雑な心境っていうかね、応援をしている部分と、うん、実際タイトルを取ったって言った時のその、まあ、悔しさとか、うん、うんっていうね、思いって多分あったんだなって言ってます。はい、で僕自身もね、あの現地でそう見させてもらった中で、やっぱりあの舞台にその立つ重要性っていうのをやっぱり再認識まずさせられた中で、最終的に本当アビスパさんがタイトルを取られて、まずは本当おめでとうっていう気持ちと同時にやっぱり悔しい思い、僕らがそこに手を届く前に彼らはそこを手に届けたっていうね、ところの悔しさっていうものも僕自身もね、やっぱりすごく感じました。でそういった意味で言うとね、そうですね、今のその J クラブって60クラブあるじゃないですか。はい、でその60クラブある中で、まあ、いろんなクラブその経営スタイル、もしくはそのバックボーンっていうのがあって、まあ、親会社じゃないですけども、しっかりとしたね、企業のバックボーンについているようなクラブもあれば、
うちのようなどちらかというと市民クラブ寄りというんですか、うん、地域の方々に支えられているクラブっていう、こう大枠の中で、はい、60クラブある中で僕の中ではまず10クラブぐらいはすごく親会社とか、はい、まあ、大きい規模がこうあるクラブだなと思ってるんですよ。残りの50クラブっていうのはそうではないのかなっていうようなこうイメージを持ってる中で言うと、はい、コンサドーレとしてずっと僕の中ではこの50クラブのナンバーワンにまずなることが重要だと思っていたんですね。そうすることによって、当然 J1 という中で の, そのトップ10というものに入っていける権利とか、はい、そういうものがある。でこれは1シーズンだけのことではなくて長いシーズンの中で本当にその60クラブある中でまずは50クラブの中でのナンバーワンクラブになろうっていう思いでいる中で、福岡さんとかは、まあ、僕の中ではその50クラブの中に入っているライバルなんですよね、うん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 、その福岡さんがこうタイトルを取られたっていうところに、なおさらその僕の中でクラブの中でのその悔しさというか、はい、彼らにできて僕らにまだできていないという現実を受け止めながら、やはりこの悔しさをね、晴らしたい、そういうふうにこう思ってたっていうのが、うん、まあ、大きい意味での、まあ、一つ目の感想と、はい、二つ目の、まあ、感想としては山形さんも言われてたように、僕らにとってもね、身近な選手っていうのがこう、はい、奈良であったり前であったりっていう選手が出ていて、まあ、彼らがねあのいう舞台の中で躍動し結果を出したっていうところに対してはすごく良かったなっていう思いと、うん、一方でやっぱりライバルとしてね、仲間であると同時にライバルとしてやってきた中ではそこでもやっぱり悔しさが感じたり、まあ、個人的には監督の長谷部は実は僕同期で、はい、それこそ高校時代からね、まあ選手として、まあ、ライバルとしてずっとこうやってきて、今一緒にこの J リーグっていうサッカー界でね、はい、立場役割はちょっと違いますけども、ずっと一緒にこうやってきてるその仲間として、まあ、祝福したい気持ちとそこでもやっぱり悔しさっていうものがこう感じたっていうのが、まあ、2番目の個人的なね、部分での思いっていうようなのが率直な思いでしたね。はい、いやもう本当に感じてる思い、おそらくこのコンサドーレの応援しているサポーターはみんな三上さんが今おっしゃっていただいたものを感じながらその、ね、タイトルを掲げる、まあ、瞬間を、ね、見ていたんじゃないかなというふうに思いますけども、やはり我々もかつて一度あの舞台に立った経験もある、まあ、それもどこかね、頭の片隅にずっとこう残っているので、またあの舞台でシャーレをやっぱり掲げる姿を、コンサドーレのねそんな姿を我々は見たいなと、なおさら強く思わせてもらう今回の、アビスパ福岡の優勝だったなと、まあ、いうふうに思っております。いや本当にこのフレームさんのメッセージにある通り、またこうチャンスが巡ってきますから、戦いに行きましょう、ね、ここは、はい、ぜひ期待しております。強い思いを持ってね、はい、ぜひもう一度あそこにみんなで立ちたいと思ってますし、そうですね、立つだけではなくやっぱ結果をね、出したい。今回、まあ、まずアビスパ福岡さんは初クラブとしてはもう本当史上初タイトルということで、おめでとうございますという祝福の気持ちと、我々もまだまだ満足していないよというね、ちょっとこう闘志に火をつけてもらったような感覚にもなった、そんな今年のルヴァンカップの話題から今日はねスタートしていきました。さてここからはクラブの話題です。今週クラブの方からも発表になりましたけども、2023-24 J リーグアジアチャレンジ in タイ出場決定という、タイの国内で、まあ、多分バンコクになるでしょうっていうことで発表されてるんですけども、うん、はい、その中で、まあ、戦いが1試合あるという状況です、はい、コンサドーレは12月の9日土曜日にムアントンユナイテッドとの対戦が今組まれておりますが、はい、まずこの対戦相手のムアントンユナイテッドとのこれ縁があるんですよね、三上さん。そうですね、はい、ご存知のようにね、以前、所属していたチャナティックがね、はい、もともと
タイで、今は別なタイ国内のチームですけども、もともとはそのこのムアントンからね、本当にこう実力をつけて認められて、はい、そしてまあうちにやってきた、まあ全所属チームっていうのがムアントンですので、はい、いろんな意味では僕らクラブとしても縁のあるクラブだなって思ってますし、そうですね、まあ、こちらの方はね、J リーグが基本まず主催という形の中で、J リーグがこう考えるアジア戦略の中で、まあ、タイだけではなくいろんなこうアジア、アセアンの国があって、うん、どこの国になるのかっていうことも含めてね、うん、それは戦略の中で J リーグがこう決めていくんですけども、はい、僕らとしては、まあ、昨年タイだったのでね、今年はタイじゃないのかなっていうふうに実は思ってたんですけども、あ、まあ、J リーグの、はい、長期戦略の中でね、やはりそのタイを最重要視してるっていうことだと思うんですけども、はい、2年連続タイでの開催が決定したということで、はい、でそのタイっていうことであればその J クラブの中でもね、進行等を含めて、はい、深いコンサドーレさんいかがでしょうかというような、はい、まあ、お話等々をいただき、まあ、最終的には J リーグの理事会で、うん、コンサドーレとセレッソさんが今年行っているというふうに決定されたということで、うんうんうん、まあ、僕らとしてはそれも一つの名誉なことだと思ってますし、はい、J リーグを代表して北海道を代表して、しっかりとこの大会に臨んでいきたいなというふうに思ってます。この開催国っていうのはこれタイに限ってではなく世界で見たときに J リーグとしてどこで開催する意義があるのかっていうところで今年もタイが選ばれたっていうことなんですね。はい、そうです。なるほど。で今回 J リーグからは我々北海道コンサドーレ札幌とセレッソ大阪で、一方タイの方ではタイリーグからムアントンユナイテッドと、パトゥームユナイテッドさんが、はい、参加ということでそれぞれ対戦カードが組まれております。でこれタイと日本の時差っていうのがあまり大きく開いていない、タイの方が日本よりも2時間早いですね、はい、ですね、はい、っていうので三上さん結構僕の周りでもですね、これ試合が土曜日なんで日帰りでタイ行っちゃおうかなっていう人が、うん、早速出始めてます。 ありがたいことです、はい結構なんでコンサドーレサポーターも現地タイでね、応援をする姿もあるんじゃないかなと思っております。すごくありがたいですね、はいはい、昨年も、札幌の、ね、サポーター何人か見て、はい、見ることができてですね、非常にやっぱ嬉しいですし、実際そのバンコクなんかに行くと、まあ、タイの方なんですけどもうちのユニフォームを着てね、応援してくれてるような、はい、風景なんかもこう見れてですね、非常にそういった部分でいうとクラブがやってきた方向性って良かったなって思いますし、うんうんうん、札幌もしくはね、札幌以外のコンサドーレサポーターがわざわざねタイまで来ていただいて、そういう試合観戦をし、それがきっかけでそのタイ文化に触れてもらえる、うん、そんな機会がこうできるっていうことも含めてねすごくいいことだなっていうふうに昨年なんかはちょっと見させてもらってたんですけども、はいですね、今年もまた我々には今はスパチョーク選手というねもうコンサドーレの選手がいますから、まあ、なおさら、はい、ここでね、まあ、このスパチョーク選手の応援するっていう気持ちもまたこのタイに行く、まあ、原動力につながっていくんじゃないかなと、思ってね、この今年も引き続き昨年に続いての開催 J リーグアジアチャレンジ in タイでのコンサドーレの健闘を願って応援ねしていきたいと思います。こちら12月の9日土曜日にタイの方で開催されます。で試合日程などはクラブのサイトの方にすでにね出ている情報もありますので皆さんご覧になっていただいて現地での応援もそしてね、現地に行けないという方はどうやらこう放映の今調整も進んでいるようなのでこちらはちょっとね、はい、続報を待っていきたいなというふうに思います。はい、はい、さてコンサドーレの、試合も週末に迫ってまいりましたが先週1週間先ほどもお話ししたルヴァンカップの試合が行われたということでリーグ戦は中断しておりました。 J1 リーグでその間11月の4日土曜日宮野さんの練習場の方で現在北海道の地域リーグに所属している B トップ北海道とのコンサドーレトレーニングマッチが行われました。
で、はい、前後半で30分ずつ行って、1本目が3対0で札幌で、2本目が2対0で札幌の勝利ということになりましたが、あの現場からこの報告なんかは入ってきてますか？はい、あの試合終わった後にね、現場から話は聞いていて、まずそもそもこのゲームをね、組み立てた部分でいうと、はい、まあ、残り3ゲームという本当今シーズン終盤に来ている状況なんですけども、ようやく、まあ、今年1年どちらかというとその怪我人多かった、まあ、悩まされたっていうようなシーズンだったなとは思ってるんですけども、ここに来てある程度の選手がこうほぼほぼピッチに今立てれるような状態になって、はい、復帰してきた選手等々を含めた中でね、この次のリーグ戦に向けていいコンディションをさらに高めようという狙いと、はい、もう一つは改めてそういう選手を含めた中でのその戦術等々をね、もう一回落とし込もうというようなことを意図にこのまずゲームが組まれたんですね、はい。で、まあ、実際、まあ今山形さんが言っていただいたように前半1本目 3-0 2本目 2-0 というね、まあ、結果としては あるんですけども、内容的に非常にその現地のスタッフも怪我から復帰してきたような選手のコンディションがかなり上がってきてるなっていうことであったり、はい、その選手がこういない間でもこの番組でも少しお話させてもらってますけど、少しまた成長しようということで状況的にその戦術を少しずつこう整理していって、うんうん、アップデートしている部分もあったりするんですよね、はい。そういった意味でいうと、その怪我明けの選手っていうのはまだそういったところのトレーニング実践っていうことをしていない状況でしたので、そういった部分での落とし込みに関しても少し進んでいったよっていうようなイメージを現場のスタッフは持ったようだったので、はい、まずはこのゲームをね、組んで本当良かったなっていうことと、そこからしっかりと、まあ今日も今トレーニングしてるんですけども、そういった中でね、しっかりと次のまずは広島戦に向けて、はい、いい準備をしたい、そういった思いでのこうゲーム背景とゲーム結果でのスタッフのね感想でした。非常にクラブとしてもポジティブに捉えられる内容結果だったということですね、はいはい。さて週末はリーグ戦やってまいります。残りもう3試合になりましたが、次節は11月の11日土曜日に行われます。14時キックオフ、はい、ホーム札幌ドームで J1 リーグ第32節サンフレッチェ広島戦が控えております。こちらの試合は JAL サンクスマッチとして、さまざま試合前にもイベント各ブースが組まれていたりと、まあ、ホームならではのコンサドーレの楽しみ方もある、そんな一戦となります。三上さん、このサンフレッチェ広島戦への展望をお願いします。はい、まずはやっぱりこの番組で以前ちょっとお話したようにね、そのホームゲームでやっぱ結果を出すということを今シーズンまだ終わってないですけども、現時点での一つ その課題として持っています、うん、はい。ただその中で残り3ゲームのうちの2試合がホームゲームですから、来季にその課題を解決するではなくね、やはり今からできることをやっていこうということでチームとしては話をしていますので、そういった意味ではやはり結果にこだわっていくっていうことが一つ大きなポイントになっていくなっていうふうに思っています。ただその結果を出すということに対してね、今少しずつ戦術をアレンジしている中でのトライみたいなことはありますので、しっかりとその辺のことをやった中でこう結果を出す、そういったようなことをゲームとしてやっていきたいなっていうふうにまず僕らサイドとしては思ってます、はい。一方で、まあ、今年の、ね、広島って本当にいいサッカーをしているなっていうチームの一つだと僕は思ってるんですけども、はい、そういったこう相手にね、お互いがこう持っているものをこうぶつけ合いながらやるっていうことと同時に、向こうは向こうでやはりここで勝つともう一つ上に行けるかもしれないっていうゲームにもこうなってくるっていうのが、こう相手目線での今回のゲームだと思ってますので、やはりそういったものを僕らがそう簡単にさせない、僕らも上に行くんだっていうところをやはり持っていくっていうことと、この1試合っていうのは本当大きな意味が僕はあるなっていうふうに思っていて、ある意味今シーズン その集大成に近いっていうことを表すゲームでもあるし、はい、これからもね広島さんとの対戦っていうのはやっぱこう続いていく中で、なかなかこうアウェー広島でこう結果を出せれないっていうようなイメージがある中で言うと、はい、
少なくてもホームでは絶対にその逆を持っていくっていうことをやっていきたいっていうふうに思ってるんですね。なのでそういった意味合いのある僕はゲームだなということを考えて、クラブとしてもチームとしてもそれをね、一体感を持ってこう一緒にやっていこうということでトライしようっていうふうに考えてやってます。広島さんとは今季の開幕節で戦ってるんですね。はい、そうです。その時はスコアレスでのドローゲームでしたから、うん、こちらはもうホームでは結果と、そしてね、ぜひともこうゴールを割って、勝ち点をつかみ取ってほしいなと願っています。はい、頑張ります。次節広島戦は11月の11日土曜日14時キックオフ、札幌ドームで行われます。こちら当日試合会場で今季も残りホーム広島戦含めて2試合となりましたので、現地でね応援して、そして全国世界からも、ダゾンを通して応援していただければと思います。番組はコンサドーレ YouTube チャンネル、コンサドーレ TV、 各種ポッドキャストサービスでも配信中です。それでは今週はこの辺で、北海道コンサドーレ札幌の三上博一と、進行は三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。ありがとうございました。白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。番組では三上 GM 宛ての質問メッセージを募集しています。メールアドレスはリクエスト@山.co.jp、 XQTwitter はハッシュタグコンサ GV までどうぞ。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子石屋製菓の提供でお送りしました。